まあ今回雪の降り方だとか地域の特性だとか自分の経験に基づいたことを喋らせてもらったんですけどまあ今回言ったようなことを気にしながら過ごしてればシーズン中に気持ちよく滑れる回数っていうのも増えていくと思いますまあ常に天気をチェックしたりいろいろなエリアの雪の状況を を気にして滑りに行けばもっとスノーボードライフが広がって楽しくなっていくと思います。